13年度が4万1000、24年度が13万9000、25年度が8万8000ということで、合計で26万9354名、80.8% で、うち県外受診者が6147名でございます。うち、これは申し遅れましたが、昨年12月31日現在のデータでありまして、そのうち結果分が、検査分の結果が判明したものが11月15日までの25万4280名、94.4% について判定結果がここに出ているものでございます。A1 判定は23年度が 63.3%、24年度が 54.7%、24年度が 54.7、25年度が 44.7 と徐々にパーセントが減っております。で合計で 53.0%。逆に A2 判定は23年度が 36%、24年度が 44.6%、25年度が 55.2%、合計で 46.3% と、これは全く逆に年度が増すごとに比率が増えていると。で、B 判定は23年度が 0.5%、24年度が 0.7%、25年度が 0.8% と、これもA2 と同じように年度ごとに若干増えているということで合計で 0.7% であります。 C 判定は24年度の1名のみであります。下段が結節嚢胞の割合を示しております。 5.1 ミリ以上が B 判定の大半を占めるわけですが、これが23年度 0.5%、 24年度 0.7%、 25年度 0.8%、 合計で 0.7%、 1778名というのが、やはり年度ごとに若干増えていると。で5ミリ以下の結節というのは A2 判定になるわけですけど、この方は23年、24年、25年とも 0.5% で、合計でも 0.5% とここは変わらないということであります。嚢胞に関しては 20.1 ミリ以上というのは B 判定になるわけですけど、極めて少なくて合計で今のところ11名と、大半は20.0 ミリ以下の嚢胞ということで、これが A2 判定の大半を占めるわけですが、23年度は 35%、 36%、 そして、24年度が 44.6% で、25年度が 55.4% であります。で合計で 46.4% になっております。ちなみに市町村別地震状況というのは、資料1という、丸2の9ページから12ページまでございますので、後ほど時間がありましたらご説明させていただきます。また本県以外の都道府県別受診状況、これ一次検査県外で受けられた方も丸2の13ページに出ております。これ後ほど説明させていただきます。あと市町村別結果そのものは丸2の14から16 A 判定 B 判定とが出ております。また今年度ごとに増えているということを説明するのに前もってこれを説明したいと思うんですけど、資料4、丸2ページの、ところにあると思うんですけど、17ページが一番よろしいかと思いますが、これをご覧いただきますと、 A1 は事故当時0から5歳の人に圧倒的に多いものであります。で A2 判定は事故当時6歳以上で、学童期にピークがあって16歳以上になると下がるということで、ここ3年の間に年々この0から5歳の分がどんどん減ってますので、当然のごとく A2 判定、B 判定も年齢とともに増えますので、そういうことが年齢階級が移動しているというのが非常に大きな原因の一つになっているものであります。でもう一度前にお戻りください。丸2の2ページをご覧ください。今度は二次検査の進捗状況をお知らせ申し上げます。徳島医大においては25年6月から検査体制の充実を図り、二次検査の促進を進めておりました。右のグラフを見ていただくと分かるんですけど、3ページです。最初は1ブースでやっておりましたが、夏場から2ブースに増やして、2日に増やしまして、それでも二次検査の患者さんの対象者が増えましたので、25年の1月以降は4倍、2ブースで2日間という4倍にしましたが、それでもまだ対処しきれないということで、昨年の5月以降は3ブース2日間という6倍の状態にしまして、また7月以降は二次検査拠点を2カ所設けることによって、さらに受診者数が増えました。
最近減って、人数が減ってきておりましたので、下の二次検査受診率で表しております。受診率ではおおむね、24年25年度はプラトンになっておりまして、25年度も同じような傾きで上がっておりますので、1回やれる、これは検査の1回にやれる人数が今少なくなっています。それはそれぞれの施設の人口が少ない地域を今回っておりますので、どうしても都市部と違って大量にいっぺんにできないところをやってますので、どうしてもそれぞれの1日の検査数が少ないことが影響してますが、これ自体は予定通り の実施状況でございます。でもう一度、丸2の2ページ見ていただきたいんですが、この進捗状況ということで、23年度が対象者218人、24年度987人、25年度がまだ途中ですが591人と、で受診者数、受診率としては23年度が 88.1、24年度が 88.3、で25年度が 72.1、 合計で1796人の対象者のうち1490名、 83% が初回受診をしています。で二次検査が確定したのが次の欄で、1342名、 90.1% であります。23年度も24年度も97、94と高い率ですが、まだ25年度は 77.2 と、ここが現在進行中であります。で結果ですが、次回検査と通常診療と、前回、前々回も申し上げておりますが、これは二次検査はすべて B 判定ないし C 判定でございますが、二次検査をした時点で、診断基準であるところでもう一度見直す、腫瘍が小さくなる、もしくは脳胞内に結節があったということで結節と判定したものが、よく見ると結節はなくて脳胞しかないということになると基準が変わります。A1、A2 に下がった人が A1 が 6.2%、 A2 が合計で 28.9%、 3割強の方がこういう方であると。この方は私どもからすると次回の検診を受けてくださいというのをお勧めするものになります。検診も一つの経過観察になるわけですけど、通常の診療行為で経過観察する必要はない、次のそれを見ていただきますということをお勧めするものですが、括弧して書いてあります。そこに甲状腺に疾病のある方を含むということですが、ここのそういう方も入っています。結節はそれでいいんですが、一緒にホルモンを測ったら甲状腺機能低下が、または機能更新があるなど、他の疾患が分かった場合は保険診療に移っている方もいます。またあくまでも検診を進めているんですけど、どうしても見てほしいという方がいれば、これは一対一対応で、対応してますので、通常診療で見ている方も入っている。ですからこれはアウトカムを出しているわ、結果をその後の、どういうふうにいったかというのを出しているわけではなくて、そこでの方針を伝えているもので、それに対してストレートにその通りになっているわけではございません。で通常診療というのも通常診療 B 判定として通常診療等で経過を観察、もしくは治療が必要な人がここに入るわけです。大体3割弱の人がここに入って 64.2%、 そのうち超音波検査をして、超音波で診断基準がございます。特に、5ミリから10ミリの間というのは極めて、細胞診をしなくていい、率が高い、超音波だけで良性と分かるものが数として多いんですが、そういう方が経過観察になります。で、超音波だけで経過観察という方が含まれています。で、42.4% は細胞診まで必要だろうと。で、細胞診をした方が369名ということになるわけであります。で、この方の大半、経過観察となる場合は、おおむね6ヶ月から1年後に、また通常保険診療で経過観察ということになります。で、2の4ページをご覧ください。この細胞診をした方の中で、合計で75名、黒枠で囲んであるところに出ているのが75名が細胞診で悪性ないし悪性疑いが判明したものであります。うち、手術を施行されて、病理診断が確定したものが34例であります。良性結節が1例、乳頭が32例、
甲状腺がんではあるが、前回の時に、判定が変わるかもしれないと申し上げたものはこれですが、現時点でも先ほど清水先生の方からコンサルトということはありましたけど、疑わしい診断がはっきりしないものは今学外の専門の先生方のコンサルトを受けているんですが、これも専門家の中でもまだ意見が確定しておりませんので、一応現時点では低分化がん疑い一例ということになっています。これもあらかじめ申し上げますが、低分化がんというのは非常に今診断基準が大きく変わりつつあります。で、過去の報告を見ますと、低分化とは非常に極めて予防が悪いものだという想定で、認識されますが、今見直しますと、低分化がんの中にも非常に、全く通常の乳頭がんや他の甲状腺がんと変わらないくらい予防がいいものも含まれているので、もう少しきっちりと分類しようというのが現時点で起こってますので、これをどの分類に入れるかというのは専門家の中でも非常に分かれているところですので、決して今極めて悪いものが出たということではございません。そういう分類上どうしたらいいかということで今検討しているところですので、正確に分かりましたらお知らせしたいと思います。ですので低分化がんという言葉の使い方は非常に注意していただきたい。また私ども学会の方でも今診断基準が変わるところでありますので、そこでこういう形で慎重に出しているところでございます。で、一応のところ甲状腺がんではあろうということは分かっているところでございます。で、精査は28対47、女性に多いと。平均年齢が 16.9 歳、8歳から21歳、震災当時は 14.7 歳、6から18歳と。で、平均腫瘍径は 14.3 ミリ、一番小さい人で 5.2 ミリから 40.5 ミリでございます。で、下に、グラフが出ておりますが、細胞診で悪性内視悪性疑いであった75例の年齢性分布ということで、上の段が震災当時の年齢分布であります。一番小さい人が6歳、8歳、9歳、10歳に各1名いますが、大半は11歳以上で、ピークは16から17歳にございます。で、二次検査時点での年齢になりますと、8歳と11歳がございますが、13歳以上でピークが18、19歳がピークということになっております。で、5ページをご覧ください。前回も出しましたが、基本調査の線量との関係ですが、現在のところ 41.3% まで、検査票を出し、問診票を出したということでありますが、手元に結果が来たのはまだこのうちの 24人でありまして、そのうちの15名、62.5% は1ミリシーベルト未満、最大でも前回と同じ 1.8 ミリシーベルトの女性が1名ということでございます。また血液尿中要素に関してはここに出してある通り、あとそれぞれの検査結果に関しては下に、説明を出しております。甲状腺機能、サイログロブリン、サイログロブリンの抗体、TPO の抗体、これはそれぞれバセドウ病や橋本病で、出てくる自己抗体ですが、こういうものを検査しておりますが、悪性内視悪性疑いとその他で、このような結果でございます。尿中要素に関しては、悪性内視悪性疑いとその他で非常にばらつきがあるので、このような最小値 25% 値、中央値 75% 値、最大値という形で出させていただきましたが、一定の傾向はないということでございます。で、6ページをご覧ください。ここには二次検査の悪性内視悪性疑いと出た74例、1名、結果で、良性であったという方に関しては今回は含めておりません。その74例に関して、ここに、市町村別の頻度が出ております。23年度は 97% まで、二次検査が終わったということの 0.03% が大体受診、一次検査者から割ったいわゆる悪性内視悪性疑いの数になります。0.03% であります。で、24年度は 0.04% で、25年度が前回よりいわき市、須賀川、相馬市が進捗しましたので若干上がりましたが、今のところ後半がまだ全然進捗していませんので 0.01% で、合計では前回と同じ 0.03% ということになります。で、次にその3番をご覧ください。23年度および24年度の実施対象市町村の未受診者に対する追加検査に、先行
検査実施分ですけども設定を行いました。いわゆる今までやってもまだ受診できない方、特に大学や就職進学等で地元を離れる方に機会を設けようということで、今年度おかげさまで本格検査に入る前の先行検査が3月余裕を持って会津地方を終えられる可能性がありますので、3月17日からの2週間をですね、このような形で、今まで受診されなかった方のをもう一度受診していただこうということで、3月17日から原町で白川、そして福島市、2日間、そして次の週が郡山市2日間、いわき市、会津若松市と、お調べて福島県全域での都市で、できるようにして、受診を促すということの取り組みをしました。また25年度は今検査中ですので、26年度に入ってからまた25年度の方に対する、こういう再受診ができるシステムはご連絡したいと思います。で最後に、2の8ページに、今年の4月から始まります本格検査の実施について、今までは2年半ほどかかったわけですけど、今度は26年度と27年の2年間で、今までプラス、その後生まれた1年間のお子さんたちの分も含めますので、対象者が増えますが、これに関して、2年間で行うスケジュールを、ここに公表しております。前回と同じように、事故当時の線量の順番ではありますが、このような形で2年間でできるような実施体制にしております。26年度は川俣町、浪江、飯舘村から始まりまして、最後は郡山市、三原町で終わると。で、27年度は須賀川から始まりまして、最後は会津若松で終わるという形で、このような形で、会津若松というか会津で終わるという形で、予定をしています。あと最後にもう一箇所だけ、先ほど申しました、県外検査のページですね、13ページご覧ください。13ページに、県外の一次検査、もうすでに二次検査も一部の施設では県外で始まっております。一次検査はこのように79箇所の県外の期間で6147名と、まだまだ十分に進捗しないところは受け入れ期間を増やす等を取り決めをしながら今進めてます。まあ、こういう形で県外でも受けられるところを増やしているということでございます。長くなりましたが以上でございます。はい、ありがとうございます。何かご質問、はい、どうぞ。鈴木先生ありがとうございました。広島大学の井上でございます。1点だけ、コメントといいますか、やはり一番皆さんが気になるのが丸2の5ページの上の評価と、一番上の評価と、両角の3ですね。で、ここが一番のアウトプットになってくるんだろうと思います。で、その場合にまあ、これ、実効線量の分布から見ましても線量と全然依存性ないなという印象を持つんですが、この分母といいますか、分母を何したらいいのかなと今、ちょっと考えていたんですが、おそらくは、この一次検査の受診者で、基本調査を出していらっしゃる方の実効線量の分布の実数だろうというふうに思ったんですけども、専門家から見れば違うと言われるかもしれませんが、この何らかの形のこの分母を一番右のカラムにでも入れていただければ随分と印象が、まあ、今その放射線と放射線の自己線量とこのがんとの間で関係がないということが印象付けられるかと思いますので、それを、ね、できればお願いしたいと思います。ありがとうございます。我々としては先ほど調査の方で出たように簡易版で、かなり今書いていただいてはいるんですが、確かに
文法を出せばもっと分かりやすいだろうということで、可能ではありますので、今後そちらもセンター内で検討して、いきたいと思います。ありがとうございます。どうぞ。日本医科大学の清水ですけど、先生いつも大変ご苦労様です。いくつかちょっと聞かすお嬢の質問させていただきたいんですけれども、そのうち中には以前に先生にお聞きしたこともあるかもしれませんけど、シンプルな疑問としてお持ちの方もいらっしゃると思うんで、あえて聞かせていただきたいんですけど、まず一つ2ページのですね、上のところに一番上の行のところで検査体制の拡充を図った結果が増えたということで、これ右のグラフを見ますと平成25年5月6月ぐらいから増えてきたと、これは分数が増えたということでよろしいですか。はい、二次検査はなんせこれ専門医でかなりの専門の人間、でないとできませんので、人を揃えて、やるようにいたしました。それ4月だけ極端に少ないのはこれはどういうちょっと興味があったのを聞きたいんですけど、その当時何度かお話申し上げたんですが、学校の行事とかいろんなことがあって、どうしても予約が取れない、来てくれないということがございました。それに、最近は勉強しまして、そこは受診勧奨するということで、やはりどうしても4月は就職開始、進学開始、入学式いろいろありますので、どうしても延期になってしまった。それから下のグラフで二次検診がだん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 増えてきてますですよね。24年か26年に向かって。これは増えてきてる二次検診初心者ですね、が増えてきてますけども、これも、いろんな啓蒙活動のためだというふうに理解してよろしいですか。あとはやはり県内に、郡山といわき市にも二次拠点病院を作りましたので、そういうところでの利便性ということもありますし、そういうことで増えているということがあります。それから4ページに、これは前の先生にお聞きした、私個人的にも興味があったのでお聞きしたんですけど、全体的に見ますと、細胞診の結果で悪性の疑いで手術をされた方が何人かおられて、手術をしてない方がその経過観察って言いました。23年から25年までで75命令中34例を手術しましたけれども、残りの方は今どういう感じになっているのかちょっと。はい、これ腫瘍のサイズから言うと極めて 5.2 という小さいところからあるので、こういう人たちを根こそぎ手術しているのかというと、そうではなくて、5ミリ程度で、非常に理解力のある方は、経過観察を、腫瘍が大きくならなければ経過を見ているという方がすごく数は少ないですけどおります。悪性の可能性高いけれども、1センチ以下 のいわゆる微小管ですよね。1センチ以下ではなくて5ミリにしかいない。5ミリです。1センチ以下でも、細胞診療するのはどういう時にするかというと、反回神経に近いとか、気管に近いとか、またはリンパ節がすでに腫れているとか、大きさだけじゃなくて臨床的に、診断を早めないといけないだろうという人が診断されています。でそういうものはない、単純に小さいという場合は結果があります。それは極めて少ないということで、残りの方はいわゆる非常にゆっくりしたもので、落ち着いた病気分類からすると非常に落ち着いているところがありますので、相談の上皆さんのご都合、あと若い方だといろんな都合や学校の休みとかいろんな都合で、っていうこともありますので、多少そういうことで、準備されている方が多いんじゃないでしょうか。はい、よくわかりました。それから前からこれ僕は気になってるんですけど、男女比がですね、28対47って、これ普通病の乳頭がんって1対8、7か8ぐらい女性の方が多いですけども、これかなり男性の割合が高くなってるっていう。それから一般的に言って小児甲状腺がんっていうのは男児の頻度が少し高くなるかなというふうに思うんですけども、この頻度のことに関してはこれからもぜひ注目をして見ていっていただきたい。最後に一つだけよろしいですか。細胞診やってますと弱性の判別がつかないやつありますね。いわゆる露光性腫瘍ですけども、普通は乳頭がん
だと診断がつくと。ろ胞性腫瘍、ろ胞がんってなかなか診断がつかなくて、ろ胞性腫瘍っていう形で出てくることにあって、手術を悩むことにするかどうか悩むこと、あるいは患者さんにそう話して、患者さんの判断も一応ご意見も聞くというようなこともしなくちゃならないこともあると思うんですけど、ろ胞性腫瘍が出た場合はどういうふうにされてますでしょうか。ありがとうございます。これも非常に、甲状腺の世界では重要な問題でありまして、ですから我々専門家が担当するというのは非常に重要なことなんですが、取らなければわからないという表現を、あまり詳しくない先生だとされる、それで大人だと何でも取ってしまうということがあるんですが、これはある一定の基準を設けて、明確な基準ではありませんが、細胞診断は分かりにくいので、今は高性能の超音波診断等で、見て、これは強く悪性を疑うという場合、またはある程度のサイズになった場合は進めるというのがございますが、今日結節のサイズは説明しませんでしたけど、今この対象になっている人たちの結節は非常に小さいものが多いですので、そういう成人で、対象になるような人は今のところは極めて少ないですが、同じような対応でやはり専門家が見ないとこれは分かりません。細胞診で陽性か悪性かだけが分かればいいというものではなくて、今度は超音波で、十分に、または臨床症状を捉えながら判断するというのは要求されますので、ぜひこの辺は専門家に、フォローしていただくというのを我々も心がけております。ありがとうございました。よろしいでしょうか。他に、どうぞ。今回も詳細なご説明をありがとうございました。一つ説明 の表現の仕方でちょっと気になったのが、一番最初 の1ページ目なんですけれども、23年度から25年度にかけて、各その判定区分 の変化のような形でご説明いただきましたが、これはそもそも対象となっている市町村が違うわけですので、もちろん子どもの年齢は全体的に1年1年変わってきますけれども、そもそも違うグループを見ているということで、増えてきましたとか減ってきましたという表現はちょっと誤解を生むのではないかなというふうに感じました。それから、質問を、2点ほどさせていただきます。私はこの、機能異常についても、見ていかなければいけないというふうに思ってまして、途中からの血液検査の形や結果や尿中要素の結果も出していただけるようになってありがたいと思っております。で、ここでちょっと聞き逃してしまったかと思うんですが、その他の1413例というのはどういう、お子さんたちを指されているんでしょうか。それから、全体を含めて、といいますか、この甲状腺がんではないんですけれども、機能異常が あったと思われるお子さんたちがどのくらい、検査を受けた方の中でどのくらいいらして、何かその傾向として感じたことが今の段階で終わりなのか。ということが、をお聞きしたいと思います。はい、ありがとうございます。最後に冒頭にご説明いただきました遺伝子検査のことなんですが、これはあくまでも研究であって、この健康管理調査の一環ではないというご説明でしたけれども、これは鈴木先生おっしゃるようにやはり、より広くですね、科学的知見を深めることによって最終的な目的としましては、福島県の子どもたちの将来に、大きく貢献される研究だと思いますので、強く期待しております。それで、ご発表になったきっかけというのが、その大学の倫理委員会を通った結果ということでご発表されたということなので、一つお聞きしたいんですけれども、手術の、際に削除された組織をその研究の対象とされているのか、細胞診の、検体も含めて、対象とされているのか、
この辺も倫理委員会にもちろんかけられていることだと思うので、公表していただいてよろしいと思いますので、お知らせいただければというふうに思います。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。まず1番目の お話ですが、確かに先生がおっしゃられたように地域、そのまま地域に変わりますので、地域差と言ってしまえばそれまでなんですが、環境省でやられた3件の調査でも、非常に、A2 判定が多かったということ で、 で似たような頻度であった、しかもそれは年齢に依存してたというこの傾向はどこの地域でも変わらないと、私ども、現場で多数をやりながら毎日動いてた、今そういう時期を見ても、地域性というよりは年齢というのがもう明確に違うというのは肌で感じておりましたので、ただこれも断らないと、確か先生おっしゃるように地域もあるかと思うんです。それを超えて、強い因子としてですね、年齢の因子がありますよということですので、それを補正した上でやはり地域差というのは全部が終わった後見なければいけないことだと思います。で、今言えることはそういうこともが十分ずれてるってことは明らかですので、そこの年齢が0から5歳の子がどんどん減って、対象から減ってるってことは、A2 判定、年が上がってきてるので A2 判定が増えてるのかな、結節が増えてるのかなっていうのは一つの推論ですので、決してこれは今訂正はしますけど、傾向としてはそういうのを肌で感じているということでございます。あと2番目のご質問ですけど、まずここでその他というのは、要するにこれ、二次検査でしか血液検査していません。もちろんこれ一次検査で、全員を血液検査するという妥当性というのは実効性から踏まえても無理だということ、またどこまで意味があるかということ、今でもお子さん採血をすると非常に泣きますので、それをなんとかお願いして取っているところの中でやっているので、二次検査を限定してやっている。二次検査はある意味結節等を持っているので、一応疾患として、疾病として捉えて、検診じゃなくて疾病として捉えて、一応血液までは取れるということだと思いますけど、機能の異常がないかどうかというのは一番の当初の問題だったと思うんですが、ここでその他というのはそういう意味で、二次検査で悪性ないし悪性疑いでなかったその他の症例です。ということは3分の1は A1、A2 に変わった、ほとんど結節がない、いや、嚢胞だけのもの、あと3分の2の人はやはり結節が依然としてある方であります。ですからそれを比べるのはどこまで、意味があるか、全く正常だという人を比べているわけではございません。ただこの中で、ご覧いただきたいのはフリー T4、フリー T3、TSH というのは甲状腺機能を物語るものですけど、異常値を示しているのは括弧なんですが、ほとんどおりません。1.4%、1.6%、TSH でも 5.5% 程度ですが、その中にすでにもう治療をされている、バセドウ病や橋本病でお薬を飲んでらっしゃる、通院されている方が含まれております。そこで新たに見つかるというのは極めて少ない数で、ゼロではありませんが、極めて少ないということで、今回そこに関してはむしろ少ないということで粛々と見ておりますが、何をもって少ないとするかということもありますが、現場としては非常に少ない値ではないかと思います。あと3番目の遺伝子検査の件、ありがとうございます。これは倫理委員会も通した大学の我々の仕事ですが、その中でこれは我々は外科ですので、手術標本を、切除標本に対して、その、切除標本から、いわゆる体細胞の遺伝子の変化を見るわけですけど、そういうものを見て、発がん過程を見たり、いろいろ治療や創薬に役立つものがあるかと思いますけど、一番は発がんのメカニズムを知るということが一番だと思いますけど、そういうことをするためのもので、同意を取ってやるものであります。細胞診も技術的には可能でありますが、現時点でそれをやっているものではありません。はい、ありがとうございます。今の2の5のところで、その他の例が1413例と、その下が要注意要素が1411例になっていて、先ほどの計算でいうと、はい、これ計算間違いではなくていいんですね。血液じゃなくて尿が取れなかった人がいる、血液も全員取れてるんですが、取れなかった人もいると思います。そのように理解するということですね。おしっこはどうしても出ないとか、はい、いろんな事情でダメだっていう人も、あと、いろんな事情で取れない人もあります。はい。他に何かありますか？どうぞ。
長崎大学の高村です。非常に詳細な説明いただいてありがとうございます。一点確認と一点質問です。確認はこれ今まさに出ましたその、2の5の4番の血液検査のところですけども、これで機能検査よく分かりました。抗体を見るとサイロゴビン抗体、TPO 抗体それぞれ割合が出ておりますけども、これで見ると、数は限られているとはいえ悪性ないし悪性疑いの方が、例えば T サイロゴビン抗体であれば倍近くの頻度になっているということがありますけども、これは結果として、悪性と診断された方の年齢が比較的集団の中では高いということを反映しているのかどうかの確認が一点です。もう一つは、その他の方で、大体 10% ぐらい抗体陽性で、要するに慢性甲状腺炎で、おそらくほとんど機能正常だと思うんですけども、とはいえ今実数で多分100例ぐらいあって、おそらくこれ今後進めていくと数が増えていく可能性がある。そういった方のフォローアップをどうされるのかということをちょっと確認しました。はい、ありがとうございます。これはですね、先生単純に抗体を2つの抗体ともその他のものと悪性ないし悪性疑いの頻度を開示条件定をすると有意差が出ます。ただ先ほど申しましたように、この悪性ないし悪性疑いとその他っていうものを統計学的に比べることにどういう意味があるかっていうことが対象として正常ではありませんので、扱いが難しいということと、先生おっしゃったように年齢分布も違いますので、これは単純な有意差検定で、ものは語るものではないだろうということで、それは今後の検討と。ただ一般の論文では中にはですね、甲状腺がんを罹患している人の方が自己抗体陽性率が高いとかっていう論文を書いている方もいますので、それをイコールにしているわけじゃなくて、今後そういうことも全てデータが揃ったところでは検討しなければいけないと思っています。それであと自己抗体陽性の方に関しての説明ですけど、これはなかなか難しいんです。一回聞いてしまうとしょっちゅう行くようになるんで、機能が正常な方はまた何かで何か我々もそうですけど、来た人に問診をするわけですね。どういう病気になりましたかと。でその時に何かで病院に行った時自己抗体陽性と言われたっていうのを伝える程度で構いませんと。あと機能が変わった時の説明をしてます。甲状腺機能が下がった時はこんな風になるよ、上がった時はこんな風になると、そういうのに該当した時は最寄りの小児科や内科に行ってくださいねっていう説明はしております。これで定期検査をしろということは申し上げておりません。以上であります。はい、ありがとうございます。他に、はい、どうぞ。1点だけコメントさせてください。5ページのですね、行革子さんの基本調査との今回のこの甲状腺検査との関連、これからやっていくわけですけれども、この基本調査は外部被曝の実行線量ということで、やはりその要素の場合ですと内部被曝ですから、例えばその最近はですね、要素の沈着量のマップが出ていたりとかしています。それから放射性トリウムの動きがもう時間的にも空間的にも分かってきてますので、そういったデータとですね、例えばこの異常が見つかった、ところのお子さんに、その地域のですね、数字との比較をするとかっていう方がむしろその因果関係を見る上ではいいのではないかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。他にございますか。どうぞ。小玉です。2-12と13のところで質問があります。2-13はこれ県外で検査を受けられた方の数だというのが出てますが、その数がですね、受診者の中で県外受診の数がという数字が出ているので、もし可能ならですね、県外に出られている方がそもそも何人いらして、その中でどれだけカバーできているという形のものが出ないんだろうか、これが質問です。何度もそれはご質問されてるんですけど、残念ながらですね、例えば家族中で、重症を変えられている方もいれば、家族の中で、県外に出ないという人と出ない人、あとお子さんで、大学に進学されても住民票は変えてない、しょっちゅう家にも帰ってきている人、いろんな生活形態がありますので、なかなか一概に県外にいる人っていうのを把握できません。
で、どちらでも受けられる状態の人がいることも確かなので、両方に案内をするという形を今のところは取っているので、ここはこういう歯切れの悪い、形になって、募集団がなかなかわからないということでございます。よろしいでしょうか。他に時間もございますので、それでは続いて、どうぞ。質問したいことはもうほとんど出ちゃったんで私は言いませんが、お願いがあります。この甲状腺は非常に県民が関心の高いところでございますね。で、今行っている現行の甲状腺の基本の検査、これの意味付けと、今後ずっと続けていかなければいけない意味付けと、その辺をきちっと明確に、発信をしておく必要があるかと思います。それで、一回やってあと何もなかったから来ないか、もう受けなくていいんだという考えの方が結構いらっしゃいます。そういったことと、それからこれまで出ていた75例のがんですけども、一般の方はこの数字を見てそれを見ようとまた言うわけですね。で、受診している方々も甲状腺の結構出てじゃないかと言われますが、多くの方、私も含めてですけれども、今回の被曝に関するこの影響には考えにくいと、その考えにくいという言い方が一般の方には非常にこう曖昧であって、明確がない、明確さがないということで、なんかもっといい表現ですね、きちんとした意味付けと定義を発信する必要があるのかなと思っています。で、あとですね、このドクターの中でもね、本当にそう言えるのという方が実際に何人もいらっしゃいまして、私はこまめにいろいろ言うんですけれども、納得しないななんていう方もいらっしゃいますので、その辺を明確にしないといけないと思っています。で、それからですね、受けてられない方々は結構いらっしゃいます。特に県外で、たくさんこう移動している方、これ非常に把握ができない。で、やはりですね、前々から申し上げているように、県でこう被災した方々は県民手帳をきちっと持っておいて、その項目をチェックさせていただいて、その中でお口こぼれがないようにフォローしていかないといけないのではないかなと私は思っていますので、一応その辺をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。これは医大だけではなくて多分県の対応ということになると思いますので、漏れのないようにといったことについてもしっかりと、考えていただきたいと思います。続いて、県民健康管理調査健康審査、ちょっと時間が私のあれで申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。はい、健康審査部門長の細谷でございます。かいつまんで、説明させていただきます。資料の3をご覧ください。まず1ページ目に平成25年度の実施状況が書いてあります。対象者は15歳以下が26,470人、16歳以上が186,970人で、対象者数としては、213,444人ということになります。で、12月31日現在ですが、県内に居住している対象者15歳以下につきましては、昨年と同様に、平成25年7月から12月までの6ヶ月間で実施しております。協力医療機関数が104施設でございます。受診者数は速報値でありますけれども、8414人でございます。16歳以上につきましては、伊達市を除きます12市町村において、市町村が実施する、特定健診、総合健診に、上乗せ項目を追加しまして実施しております。受診者数は速報値ですけれども、16歳以上が 25,608 人です。また上乗せ検診を受診できなかった方々を対象としまして、集団検診あるいは医療機関での個別検診を、本年の1月から実施しているところです。県外に避難している対象者につきましては、各都道府県で受診可能な医療機関を充実させました。昨年度よりもまた、早期に、およそ1ヶ月ほど早く、実施できるように7月下旬から順次案内を発送しまして、8月から実施しているところです。受診者数は途中経過ですけれども、15歳以下が927人、16歳以上が816人という実施状況でございます。次に3ページ目をご覧ください。平成23年24年度県民健康管理調査庁に健康審査会でございます。前回13回のこの検討委員会におきまして、基礎統計というものをお示ししました。ただ先ほど天気誤りのご報告させていただきましたけれども、血液検査につきましてはまだ確認が済んでおりませんので、結果を
確定してから、承認、検診、検討診断についても評価する予定でございます。今回は、身長と体重のみつきまして、評価してございます。4ページ目をご覧ください。4ページ目には、0歳から6歳未満の、身長と体重の比較で、4ページが身長、5ページが体重ということになります。上段の方が男子、下段の方が女子というふうな書き方になっております。結果ですけども、平成24年度の身長を、平成23年度の身長と比較しますと、男児においては、0歳以上、2歳未満では大きな変動は見られておりません。が2歳以上6歳未満では全般に高くなっていました。これは一番右側の差のところを B-A 24年度から23年度を引いた場合に、三角が減少、変化なしあるいはプラスになっているのが記号はございません。ですので、10ヶ月から2歳未満で言いますと三角が4つということになりまして、ほとんど変動はないというふうに、判断しております。2歳以上につきましては、多くが、プラスになっておるということで全般に高くなっておりました。平成24年度の男子についての体重、右のページ、5ページ目の上段ですけれども、比較しますと男児において2歳以上、2歳未満でも、0歳以上、2歳未満でも、2歳以上、6歳未満でも、おおむね三角が多いと少なくなっているというふうに言われます。次に女子の方ですけども、24年度の身長を23年度の身長と比較しますと、0歳以上、2歳未満では大きな変動がございません。2歳以上、6歳未満では高くなった年齢階級が多く見られます。平成24年度の体重を比較しますと、女児において0歳以上、2歳未満でも、2歳以上、6歳未満でも、おおむねやや少なくなっております。次に、6歳以上ですので、次の6ページをご覧ください。6歳以上の、男子の身長が第一段目に、次の段に、男子の体重、女子の身長、女子の体重という順番で、記載されております。平成24年度の身長を23年度の身長と比較しますと、男児においては6歳以上15歳未満でおおむね高くなっております。体重について見ますと、6歳以上15歳未満では少なくなった年齢階級が多く見られます。これは F-E というところをご覧ください。で、全国と比べますと、F-B なんですけども、全国平均と比べますと、男児の身長と体重はともに全国全般的に高い傾向を示しております。女児についてですけども、6歳以上15歳未満では身長はおおむね高くなっております。体重につきましては6歳以上15歳未満でおおむね少なくなっておりました。全国平均と比べますと、女児の身長はほぼ同等ですけども、体重は全般的に多い傾向にあります。以上から0歳から15歳までの小児について男女とも平成23年度に比較して平成24年度は身長が高くなり体重が減少する傾向が見られております。したがいまして平成24年度は平成23年度に比較して運動量が増加し食生活が改善された可能性がございます。しかし全国に比較しますと平成24年度の女児において身長はほぼ同等ですが体重がやや多い傾向にありますのでより一層の生活改善が望まれるというふうに考えられました。以上でございます。ありがとうございます。続いて 3-2 も。はい。あ、どうぞ。県民健康管理課小谷でございます。私の方から資料 3-2 既存健診対象外の県民に対する健康審査の実施状況について報告をさせていただきます。この健康審査の目的ですが、既存の健診制度の対象外である方に健診受診の機会を提供することにより生涯にわたる生活習慣病の予防や疾病の早期発見早期治療につなげていこうとするものであり平成24年度から実施しております。この健診の対象は具体的にはおおむね19歳から39歳で職場や学校での健診制度の対象でない方先ほど説明がありました避難区域等の方を対象とした健診の対象でない方を対象としております。健診項目はいわゆる特定健診と同等の内容となっております。
実施の方法は市町村の集団検診の中で行っていただく方法、また検診代行機関に委託し広く県内外の医療機関で受診していただく等の方法により行いました。平成24年度の実績ですが、受診者は計 23,921 人、このうちデータベースへの登録に承諾いただいた方は 23,305 人であり、この性別年齢別の内訳は3の9ページ表1、2の通りで、女性の受診者が多く、また男女とも年齢が高い層の受診者が多い傾向にありました。おめくりいただきまして、3の10ページ以降、24年度の検診結果を各検査項目ごとに提示しております。まず身長体重ですが、上段のグラフが結果の得られた方の性年齢別人数、左が身長、右が体重のグラフで、グラフ内黒棒が男性、白棒が女性を示しております。下段のグラフは身長体重の年齢階級別平均値で、左が男性、右が女性、グラフ内実線が身長、点線が体重を示しています。男性の体重は年齢区分が上がるごとに増加をしていました。次のページに BMI を示しております。以降、各項目におきまして、この検査項目の説明、検査の意味、また参考として特定健診などの判定基準や年齢区分の合致した国民健康栄養調査の結果、健康日本21の目標値などを提示しております。ページ右下のグラフ BMI 平均値で、先ほどの男性の体重は年齢区分が上がるごとに増加していったことが反映されているかと思います。おめくりいただきまして、3の12ページの下の囲みですが、このように各項目の最後に短く概要を掲載しております。今回の検診を受診された男性の肥満者の割合は健康日本21の目標値 28% を大きく上回っておりました。次ページ収縮血圧ですが、右上のグラフ収縮血圧の平均値は男性女性ともに年齢区分が上がるごとに上昇しており、下段のグラフ区分別割合ですが、この健康審査の対象は40歳未満ではありますが、40歳以上を対象とした特定健診の判定基準における保健指導や受診勧奨に相当する方もおり、その割合も年齢区分が上がるごとに増加していました。おめくりいただきまして、3の14ページ拡張器血圧ですが、収縮器血圧と同様の傾向にありました。次ページ以降、AST、ALT、ガンマ GT と肝機能検査項目となっております。概括して男性の平均値は年齢区分が上がるごとに上昇。これに伴い、特定健診判定基準における保健指導や受診勧奨に相当する割合も増加。男性は女性よりも、より値が高いものの割合が多いという結果でした。次に、3の18ページ以降、中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロールと血中脂質検査項目となっております。おおむね肝機能検査項目と同様、男性の平均値は年齢区分が上がるごとに上昇、これに伴い、特定健診判定基準における保健指導や受診勧奨に相当する割合も増加、男性は女性より値が高いものの割合が多いという結果でございました。次に、3の21ページ、3、22ページが、ヘモグロビン A1C と空腹時血糖、糖代謝検査項目となっております。まず21ページ、ヘモグロビン A1C ですが、右上のグラフ、ヘモグロビン A1C 平均値では、男女差は認められませんでしたが、下段のグラフになりますが、男性では年齢区分が上がるごとに、特定健診判定基準における保健指導や受診勧奨に相当する割合が増加していました。おめくりいただきまして、3の22ページ空腹時血糖ですが、右上のグラフ空腹時血糖平均値では男性の値が年齢区分が上がるごとに上昇を見ていました。次ページ3の23ページ尿タンパクでございますが、病的でない生理的タンパク尿が含まれているものと思われますが、尿タンパククラス以上の割合は男女とも年齢区分が上がるごとに減少をしていました。おめくりいただきまして、3の24ページ尿糖ですが、
右のグラフ、尿糖プラス以上の割合が男性の35歳から39歳の区分で特に高くなっていました。次ページ、最後のページになりますが、これまでのまとめを記載しております。この既存検診対象外の県民に対する健康審査につきましては、今年度も実施しているところであり、来年度におきましても引き続き実施していくこととし、何らかの検診制度の対象となっていない県民への検診受診機会の提供に努め、生涯にわたる生活習慣病の予防や疾病の早期発見、早期治療につなげてまいりたいと考えております。報告は以上でございます。はい、ありがとうございます。それではこの資料の3の1と2、一緒に議論したいと思っていますが、まあ、1の方は3の1の方ですね、小児の体重と身長ということですけれども、今回3の2で、既存検診の対象外の方の検診の結果が出てまいりました。何か ご質問どうぞ。ご意見なかしでございます。3の7で先ほど運動量が増加して食生活が改善された傾向が可能性があるというふうに言われたんですが、これ県の方にお伺いした方がいいと思うんですが、子どもの運動量が増えたっていうような、外で遊ぶ時間なのかどうか分かりませんけど、それからあと食生活が何か変わったっていう、そういう調査っていうのは何かあるんでしょうか。はい、県民健康管理課笹でございます。今ご指摘いただきました運動量につきましてはですね、現在県内の小中学校並びに幼稚園等での例えば事故直後行われておりました屋外遊び制限等の制限のやっている施設の数が減ってきているとかですね、あとは当然文科省の方でまとめられている体力統計等に基づきまして、肥満っていうようなことのご指摘があるものですから、それに伴う屋内外問わずなんですが、運動量を確保するためのさまざまな取り組みというものが特に学校中心に現在進められているというような状況はございます。詳細なちょっとデータについては手元にございませんが、その辺について、例えば教育委員会並びに私も北部の保育所担当の当方で、情報収集に努めているというところでございます。今お聞きしたのは放射線とかいろいろなものに対する、多少その考え方その他変わってきた部分があるとしたら、またもう少しもう少し分析されるといいかなと思って質問させていただきました。ございますか。これはやっぱり活用してもらわないと困るんですね。検診をしました、こういう結果でしたっていうだけでは問題で、特にヘモグロビン A1C などで、治療あるいは精査が必要な人たちが本当に切開に乗っていくのかどうかというようなことについて、どこまでが責任かという話はありますが、検診機関からの情報提供や、受診勧奨などはこれまで以上にしてほしいですし、そもそも対象になっていながら検診に来ないという人たちも大変問題だろうと思います。特に我が県、この生活習慣病に関する指標非常に悪いございますので、この機会を捉えてですね、国として40歳以上と言っている中で、この受診機会のない人たちにきちっと検診を受けてもらって健康意識を持ってもらおうという、この取り組みがもっともっとこう知られてですね、普及していくことを我々も望みたいと思いますので、その普及の方策あるいは受診勧奨などについてはこれまで以上に取り組んでいただきたいと私は思っています。他に何かありますか。それでは次に参ります。資料4の心の健康と生活習慣病に関する調査、ご説明をお願いします。心の健康と生活習慣に関する調査、支援部門の部門長の前でございます。資料4の方にありますけれども、まず本日は2つ報告しております。まず平成20年度の支援結果で、これは主たるものですけれども、それから現在進行中の平成25年度の調査の進捗状況をお話したいと思います。資料のですね、5ページを、6ページですね、見てください。この支援に関しましては、従来行ってました電話支援によるものと文書支援によるものと、基本的な枠組みは変わってございません。で、
ただですね、電話による支援の方なんですけども、7ページをご覧いただければと思いますが、従来は昨年、前回までは基準点を例えば、K6 であれば13点以上、PCR であれば、K6 であれば、20点ですかね、K6 であれば20点以上、PCR であれば65点以上というふうにしておりましたけれども、今回からはそれを下げまして、K6 は17点。それから PCR は61点以上というふうに下げております。これはなるべくたくさんの方にケアを提供したいということでございます。でそれから尺度以外の項目によってもですね、電話支援をすることがありますけれども、これはこれも今回違った点はですね、BMI で、30以上のものと、でかつ震災後の体重増加が3キロ以上のもの、これらを高血圧と糖尿病の配列分としまして、今回はこういった方に対しても電話支援を行うということを決めております。あとは子どもさんに関しては SDQ をこれは用いていますが、これは従来通りの20点以上というふうな点数を用いて支援を行っております。尺度の支援、すみません、質問紙からによる文書による支援ですけれども、こちらは従来通り、先行研究で示されている基準点を用いております。例えば K6 であれば13点以上と、PCL であれば44点。SDK であれば16点という基準を設けて、支援を行っております。で、支援の結果、支援結果の分類ですけども、9ページをご覧ください。これもですね、従来、前回通りでございますけども、経過観察1、比較的、安定されている状況であるということ方々、それから経過観察に、少し心配だなという方々、それから、状況確認が困難だった方を経過観察3、で支援希望されない方を支援希望なしというふうな4つの分類に分けてございます。で特に経過観察2と判定されたものに関しては、電話相談の結果判定されたものに関しましては、その後に支援後の対応、ケアをしておりますけれども、それは電話での継続支援をするものと、要フォロー、それから市町村につなぐものと、さらに、このケアの登録医師ですね、こちらの方に紹介状を施行するものと、それから県内登録医師の一覧を送付するもの、県外医療機関を送付するものと、それから甲状腺部門と他部門に対応をお願いするものと、このあたり の対応の仕方も従来通りでございます。それでは結果ですけども、10ページをご覧ください。まず子どもさんに関する支援の結果ですけれども、電話支援の対象者は674名、文書支援のうちの電話支援の対象になったものが41名、文書支援の後に時に同時に往復用の返信用のハガキを同封してますので、そのハガキの中で電話相談を希望されたものに関してまた電話相談を行っています。それで全部で715名の方に電話相談を行っております。でそれを見ますとですね、男子が 56.8%、 女子が女の子が 43.2%、 少し子どもさんに関しては男子が多い傾向にございます。で大体電話支援が必要だなと考えた中で実際に支援が実施できた方は623名で 87.1% の支援実施率でございます。で11ページの方に支援対象者の状況を電話で知り得た状況をまとめてございます。これは去年はあまり詳しく聞いてなかったんですけども、前回から今回からはかなり詳しく聞くようになっておりまして、例えば1年前に比べてどうだったかと、体調はどうでしたか、睡眠はどうでしたかということを聞いておりますけども、それを見ますと表の2ですけども、体調に変化があったと、改善したという方が 21.8%、 悪化したというのは 4.4%、睡眠も改善、去年1年前に比べて改善したというのが 11%、 悪化したが 1.9% と、電話支援を行っている方の中でも少し改善している傾向が見られています。それから子どもさんの約1割がすでに精神科、心療内科を受診されていまして、また4分の1の方がスクールカウンセラーであるとか児相であると、児童相談所ですね、こういった相談機関を利用されております。
で、まあ、一番目の方が学校の、登校、まあ、登校渋りといったことが見られて、電話してる方なんかの1割ですね、が見られております。さて、その支援の結果をどのようにしたかということなんですけども、子どもさんに関してですが、13ページをご覧ください。表の3に子どもさんへの支援の結果の内訳を記してございます。まず、経過観察1、安心できる経過をたどっているという方々が全体の 84% でございます。しかし、心配だなという方が 13.2% おられまして、その方々に対しては過断になりますような対応を行っております。27名の方に対しては継続した電話の支援を行い、6名の方には登録医の一覧を送付、それから医療機関の県外の方には県外医療機関の関係資料を送付してございます。で、対応にお願いしたのもこれということでございます。で、まあ、これに経過に経過観察2に入ったんだけども、支援後の対応を受けてないという方はですね、まあ、現在ですね、治療を確認している方とか、それからもう支援はいらないと言ってお断りになった方がでございます。それから、まあ、子どもさん経過2に判断した理由としましては、表4にありますように、まあ、精神面での不良感を訴えた方が 57.3% と最も多いですね。それから、まあ、下の方にある孤立というのは、これはご両親が別居されているとか、そういうことなんですけども、まあ、そういう、家族 の分離というものが影響しているんじゃないだろうかということで判断したものが 12.2% ございます。で、子どもさんの電話面接やりまして、まあ、その中で相談者が感じたことを質的な分析をしてまとめたものが14ページでございます。基本的には前回前と同じカテゴリーなんですけども、まあ、やはり子どもさんの反応としては、学校生活の影響とか、あるいは地震放射線への反応というものが見られておりますし、やはりむしろご相談、電話で応対に出られた保護者自身のですね、悩みであるとか、家族内のいろんな悩みということをお話になっておりまして、まあ、家族と子どもさんとの総合的な関係が伺われるというふうに思います。さて、15ページの方に参りまして、今度は電話支援の中の一般の方々に関する支援の状況、支援の結果をお話したいと思います。一般の方々、15歳以上の方々ですけども、これは尺度による支援の対象者は4130名でございまして、まあ、尺度以外の項目によって電話支援を行ったものを1940名を合わせまして6070名の方に電話支援を行っております。で、こちらの方はですね、子どもさんと違いまして、女性の方が 61.4% と、今度は女性の方が多い結果となっております。まあ、要支援者のうち電話支援を実際に実施できたの実施率は 87.7%、 5374名となっております。それから、まあ、支援 の電話支援をやった状況に関してですけども、17ページをご覧ください。ここでもですね、子どもさんと同様に今回は少し詳しく前年度からと比較して聞くようにしております。それで見ますと、表9ですけれども、体調の変化に関して、1年前からいい方に変化したと答えられた方が 21.3%、悪化した方が 13.4%、睡眠に関しては改善したという方が 20.4%、悪化したら 5.3% となっております。で、ほぼ子どもさんと同じような割合なんですけれども、精神科、心療内科に通院した方が1割おられました。ただ子どもさんと違ってですね、大人の方はたくさんいろんな、精神科、心療内科以外の身体科の方に通院されておりまして、7割近くの方がそういったところを受診されております。で、やはり子どもさんと同じく2割ぐらいの方がですね、社協であるとか市町村であるとか、そういったコロナケアセンターといったような相談機関を利用されておる状況でございます。で、19ページの方、表10ですけども、これは文書支援、
の中から新たにまた改めて電話支援を行った方々の結果ですけれども、これはほぼ先ほど報告したものとあまり変わりありませんので割愛させていただきます。で、電話支援の結果ですけれども、21ページをご覧ください。表11は電話支援の結果を示しておりますが、大人の一般の方々も 80.3% の方が安心した経過をたどっておられると、しかしながら 16.3% の方は心配な状況でございまして、868名のうち、その後に200名の方に対しては電話による継続支援を実施しておりますし、67名の方は市町村へのつなぐと、そして紹介状を送付した方が1名、それから県内登録員の一覧を送付したものが45名、県外、医療機関 の一覧を送付したものが12名、タウンの対応を目指したのが19名となっております。で、この経過観察2をなぜ2にしたかという理由に関してなんですけども、それは表12の方にあります。で、これは子どもさんとかなり違いまして、大人の方はですね、この一番上の身体、体の不調感を訴えた方が非常に多かったというのが特徴でございまして、 83.5% の方がこの電話相談の時には体の不調を訴えられたということでございます。で、それから、23ページの方は、文書支援 の対象の中からまた改めて電話支援を行ったものをまとめておりますが、これもほぼ先ほどの状況と同じでございますので割愛させていただきます。それから、24ページをご覧ください。子どもさんと同じく一般の方に関しても電話相談で仕入れた問題を、質的に解析しております。これもですね、見てみますとご自身が睡眠が乱れたりと体の不調があったりと、この体の問題が割と出られているというのが特徴的でございまして、それから家庭内の問題としては日常生活の習慣の変更があったとかいうことがございました。それから、以上の結果まとめたものが25ページでございます。今後もですね、課題に一番最後に書いてありますけども、市町村あるいはコロナケアセンター等とですね、連携しまして電話相談でというのは限界がありますので、さらに濃密なケアをすべく継続した支援を提供していくということが大事だろうと思っております。で、また頭に戻りまして、1ページに戻ります。現在進行中のですね、平成25年の心の健康度生活習慣に関する調査の進捗状況でございますけれども、これはですね、これは3年間はほぼ同じ目的同じ方法で行うということで現在やっておりますけれども、対象者は21万2618名の方々にちょうど今週の月曜日に送付したところでございます。で、それから2ページに書いてありますけども、平成25年度の面接調査、これは私どもがやってます質問紙がどれだけ実際の実態を反映しているかと、メンタルヘルスや生活習慣に関する実態を反映しているかということに妥当する検証のために現在、行っているところでございます。で、現在、この、コロナケアの方で、システムの中に登録されているお医者さんの数が84機関で145名の方が現在登録してございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではこの資料4について何かご質問とご意見をさせてください。どうぞ。日本医大の清水ですけれども、この調査って極めて僕は大事な重要な調査ってことだと思うんですね。と申しますのは、チェルノブイリの時も、の事故の後も、甲状腺がん以外に増えたことって、心の疾患で、今、心理カウンセラーがたくさんいるんです。で、これ対象は主に子どもさんですか、それとも全体に行っている支援対象ですか。今は子どもさんに限らず全体に対しても、はい、それは何て言うんですか、定期的に、どのくらいの間隔でやってるとか、そういう長期的な
調査ですかね、はい、調査に関してはもう1年間に1回、1回0歳から高校の方まで全部やっております。それを大きく子どもの方と一般の方々と2群に分けてる、はい、そうです。子どもさんの検査、エコーのですね、検査なんかをしますと、子どもさんはもう本当にその辺走り回ってるけど、もう心配そうな顔してるのは親の方で、ぜひ両親に言いますと、親の方ですね、ケアのよろしくぜひお願いします。前に、一番心のケアが必要なのは、県外避難者だというコメントがありました。で今回の調査に関してはですね、そういうどういう方にその問題が多いのかという分析は一定なされているんでしょうか。もし何かあれば教えていただきたいと思います。今回ですね、ご報告した内容が特に調査の結果ではなくて支援の結果なので、ちょっと詳しくはここではお話できないんですけども、また本当それは次回の検討委員会の方で調査に関する分析結果というのはそこでお話しできると思います。で支援を通してみますと、やはり今ご指摘があったようなですね、子どもさんを持つ親御さんの不安であるとか、そういったものは指摘で検討から伺います。それからちょうどこの電話支援を行ったのは夏でございまして、ちょうど避難区域を見直しの時期でしたので、そういったことも影響したのか、結構その今後自分たちの生活はどんなふうになるのかと、そういった生活への変化のことであるとか、保障の問題とか、そういったことの相談が電話支援では寄せられておりました。支援対象者の1割ぐらいが精神科等に通っているというのは、結構高い数字のように思えるんですけども、どうでしょうか。支援対象者のうちの1割なので、全体の1割ではないんですね。ですから、これはちょっとどんなふうに考えているのか、難しいところです。ただですね、浮かび上がってくるのはやっぱりかなり悩まれて苦しまれてるということがおられても、なかなかこう受診はやっぱなかなか精神科受診は しないというか、そして抵抗感があるというようなのはむしろ結果から少し出てるのかなと、これは今回の審査に限らないことではございますが。はい、どうぞ。双葉市会の坂ですけれども、私どものところ富岡町で、私自身も帰れない身なんですね。それで、富岡町の住民の健康管理するために、大友村に仮設の診療を立ち上げて、そこで入居者の方見てますけど、ほとんどの方はストレスを抱えています。それで、子どもさんは環境に慣れやすいですから、今ちょっと意見出ましたように大人ですね、むしろ仮設具とストレステックでもされるとすごいこれは出てくると思うんですよ。で私自身ももうあと先が、人生の先が少ないですから、で29年に富岡に帰るとなると80近くなっちゃうんですね。そうなると自分の後始末をできるかどうか、それが非常に今ストレスとなって溜まってきてるんです。だから帰れない期間が長ければ長いほど、このストレスと精神的な負担が重なってきます。そういう意味ではこれからこの今仮設に入っている方々、行き先がない方は非常に悩んでいると思うんですね。そういう意味で仮設にアンケート調査なんていうのは多分仮設の自治会長にお願いすればできることなので、どの程度のねストレス障害があるかっていうのは調査できると思うんですね。そういうのもある程度やってみられるといいのかなと思っています。今回は私どもがやってます調査自体が避難された住民の対象に行ってますので、やっぱり多くの方が、そういう仮設住宅であるとか、というところに避難された方がでございます。したがってはこの結果が福島県全体というよりも、むしろ本当に困られている方の結果であると私どもは承知しております。はい、ありがとうございます。どうぞ。私が支援に回っていて特に感じるのは、小さなお子さんたち、特に小学校の低学年以下の、そして小さければ小さいほどですけれども、やはり非常に行動の問題が起こっていて、 SQD で測っていらっしゃるので、今度のデータでおそらく前のデータより悪い結果が出るんじゃないかという気が
私はしてるんです。なのでそのところをちょっと注目してみてください。検診等でも非常に発達障害を疑うような行動障害を起こしているお子さんが増えているという感想を持っているようなので、そのデータならば今度は確実なところが見えてくると思うので、とても大切な今度の データになってくるというふうに思います。それからもう一つ福島大学の筒井先生のデータで確実にストレスは下がってはきている。だけれども見ているとこうお母さん親御さん保護者の方の不安というものの高さが子どもに影響を与えていて、子ども自体のストレスというよりも親のストレスを背負って子どもがストレスなふうな状態になっているというそういうような結果も出てますので、今電話での対応とかそういうのはそれぞれの大人用のテストと子ども用のテストバラバラにやってますよね。なのでそこの関連がわからない。この子の親御さんはどういう調査の結果になっているのか、あるいはこの高い親御さんのお子さんはどうなっているのかという関連を見ていく必要があるんじゃないかって思うんです。でその方が有効な対処をしてあげられるような気がしますので、その辺の工夫をしていただけるといいななんていうふうに思います。ありがとうございました。SDG に関してはですね、まだ詳しくは確定値に関しては次回お出ししたいと思いますが、推定値の段階では23年度が基準点を超えている方が 21.2% だったんですけど、今回 15.2% と若干下がっているんですね。ただもしかしたら悪い子が増えていく、悪い子はより良い悪い子って言ったらもしかしたらその二極化しているかもしれません。それは次回より詳細に検討して提出したいと思います。2点目、先生がおっしゃったようなことは非常に重要なことでして、新潟中越地震でも言われてたんですけども、お母さんの親御さんの不安が子どもさんに影響していくということは十分考えられると思います。でこれをまた今後検討していって次回にはそこらへんのことも少しコメントできたらかなと思っております。はい、ありがとうございます。お時間がどんどんなくなって申し訳ないです。いつも最後で申し訳ないですし、妊産婦に関する調査に移ります。資料後のご説明をお願いいたします。はい、時間もしておりますので、手短にお話ししたいと存じます。妊産婦、部門長の、福島医大藤森と申します。資料の5に沿って説明させていただきます。5ページ以降は、集計結果について、各問いについてですね、詳細に、記載されておりますので、ご参照ください。1ページに戻っていただきまして、1の調査概要ですが、1目的ですが、平成23年度に続きまして平成24年度も調査を行うことによりまして、福島県で子どもを産み育てようとする妊産婦の現状、体や心の健康と意見要望等を的確に把握しまして、不安の軽減や必要なケアを提供するとともに、安心の提供と今後の福島県の産科・周産期医療の充実へつなげていくことを目的に実施しております。対象者ですが、平成23年の8月1日から平成24年の7月31日まで、県内の市町村から母子健康手帳を交付された方、また同時期に、県外で交付された方であっても里帰り分娩をされた方が対象となっております。対象者数は 14,516 名、平成23年度は1万6000飛んで1人でございましたが、約、1500人ほど、減少しております。3番の方法ですが、時期式の調査調査票を送付して行いました。平成24年度から、次回の妊娠の希望要望等につきましての、新たな項目などを、ここに、書いたようなことを、追加調査いたしました。調査票の送付は平成24年の12月12日に行っております。その集計結果の対象ですが、ここに記載してある通りでございます。次のページに行っていただきまして、集計結果でございますが、
各結果に対しまして平成23年度の、結果についてを併記してございます。1回答率に、回答者数等、書いてございますが、8番目に、まとめとして、書いてございます。そこを読まさ、説明させていただきます。回答率は 49.5% と平成23年度、58.2% を、下回りました。母子健康手帳交付後の結果ではございますが、流産率、中絶率は平成23年度と変わりございませんでした。早産率 5.74%、 低出生体重、出生率 9.6% と平成23年度よりやや増加しておりましたが、全国平均とほぼ変わらない数字でございました。単体における先天奇形異常の発生率は 2.39% でございまして、平成23年度同様一般的な発生率 3-5% という数字とあまり変わらない数字でございました。うつ傾向ありと判断された母親は 25.5% と平成23年度よりはやや減少しているものの、未だ高率でございました。平成24年度からのみの調査ではございますが、次回の妊娠を福島県に希望されるという方は 52.9% の方でございまして、これは全国調査平成22年度の出生動向基本調査の結果と変わらない数字でございました。4ページに行っていただきまして、支援概要でございます。支援の目的は調査の結果に基づきまして、相談支援の必要があるというふうに判断された方の、不安を軽減し安心した生活を送っていただくことを目的に、助産師、保健師、それから医師による、電話、メールによる相談を、支援をいたしました。支援対象者はうつ、項目の中のうつ項目というのがございます。あそこで、該当される方、それから自由記載という項目がございますが、その中から我々が読みまして内容から抽出された方を対象としております。4番ですが、支援結果概要についてはそのように書いてございますが、4番のまとめとしてお話しさせていただきます。電話支援率は 15.4% と平成23年度とほぼ同様の数字でございましたが、これは平成24年度はうつ項目による、内容が少なくなりそうということが予想されましたので、自由記載による、内容をやはり広めに取りまして、支援を増やしより細やかな支援を行いました。平成24年度の、相談内容は母親の心身の状態に関することが一番多くなっておりまして、放射線に関することが減少していました。以上でございます。はい、ありがとうございます。何かご意見ご質問ご、はい、どうぞ。宮城県立こども病院の室月と申します。このところはちょっと丁寧にこう結果を読ませていただいたんですが、3つぐらいちょっとお聞きしたいことがあるんですが、1番目に、2ページの回答者数に関して、気になったのはやっぱり相続地域では平成23年の回答率が 65.5% と、これは他と比べて結構下がったんですが、24年度では 43.7% に平均に下がっている。この辺の、まあ、事情というか、どうしてなのかというのが気になっているのが1番目です。2番目に関しては3ページ目の、これも相続地区に関係あるんですけれども、その予定した施設で妊婦健診や分娩を継続できなかったのが平成23年度では 72.8%、 非常に高かった 3人に2人以上そうだったんですけれども、24年度では18.9% 非常に減少していた。これはおそらく分娩取り扱いを一時休止してまたそれを再開したという事情はよくわかるんです。ただこれ県の担当者にお聞きしたいんですが、この相続地区で実際どの程度の分娩施設が分娩休止をしたとか、あるいは再開したかというのは、つい最近一件また分娩取り扱いの施設があったとは知らされていたんですが、他の状況、特にそのなんですかね、地震原発の地域の稼働に関してちょっとどのぐらい事情を把握しているかお聞きしたいと思います。3番目に、これは実は3回前の会でもお聞きしたんですが、この平成23年度24年度と調査をして、今度平成26年度以降がどういうふうになっていくのか、調査継続する予定があるかどうか、これに関しては非常に私大事な問題、個人的には本当に専門で大事な問題だと思います。というのは
やはり今10代20代の若い女性が自分の地域で結婚して出産結果ということは本当にその地域の今後の発展に関しては本当にできそういうことができるようになるかというのは重要なことで、ただ中止のようにその地域が高齢化して若い人たちがなかなか持ってこない、そういうような状況からいかに出しなくてやっていくかということが多分おそらくそういう地域の未来を占うと思うんですね。そういった意味で継続することは非常に大事だと思うんですけども、実際にそういうことに関してはどういうふうになっているでしょうか。はい、ご質問ありがとうございました。確かに草創地区が特に、回答率が下がっております。全体としても、回答率が下がっておるんですが、原因については詳細よく分析しかねますが、一つの要因としては先生もご存知のように環境省がやっております、ゴチル調査がですね、平成24年の10月から、福島県のみ全県化しております。一部の方にはエコチル調査と、ダブルような調査じゃないかというようなことの、ご返答もいただいたりも しましたので、そのようなことが少しは影響している可能性はあるかというふうに推測いたします。それから、分娩地域、草創地区の分娩、ができる施設に関してなんですが、これも先生ご存知のように、もともと4箇所ですかね、ございましたが、1箇所は、再開しておりませんが、残りの3箇所は、分娩ができるようになっております。直後は避難されてですね、ほとんどの方々は草創地区で分娩されていないというふうに推測されますので、妊婦健診も受けられなかったのは当然のことだというふうに思いますので、このような効率な数字になりましたが、その後は帰られたり、もしくは避難地区で妊婦健診分娩等をされているので、このような現象というふうに推測いたします。それからすいません、大切なもう一つですね、平成25年度の調査について私報告するのを忘れておりましたが、平成25年度につきましても、同様の調査で、昨年末の12月の18日に、1万5120件を対象に、お送りしております。この対象者が、約600名ほど増えております。これは単純に福島県内で母子手帳をもらった方々が600人増えたということです。これは非常に我々産婦人科医にとっては非常に嬉しいお話で、福島県でお産をされるという方が、600人増えたと、これは非常に喜ばしいと医科医の先生方とも喜んでいるところでございます。1月31日末現在での回答率ですが、4127件で 27.3% というふうな回答をいただいております。現在までのところ平成26年以降も、調査支援ができるんじゃないかというふうな、予定になっているというふうなことは現在までのところ聞いておりますので、今後も、継続支援、調査できればというふうに考えております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他に、どうぞ。ハートフルハートの成井と申します。よろしくお願いします。2つ、妊産婦さんの件でお話ししたいと思うことがあります。その前に、支援で歩いていて、親子遊びの支援をやっているんですね。親子遊びと親ミーティングっていう、ピアミーティングの支援をやってます。そこで、妊産婦さんがお腹に赤ちゃんを抱えて親の大師さんの親子遊びに参加するお母さんはすごく心の目につきます。なので今600名ほどこう増えた、それは支援をしててもそういう春を感じるような状況です。ですから今福島に住んでいるお母さんたちが果敢にそういう出産を恐れずしようとしていらっしゃるというのは手応えがあります。それはちょっと情報として、それから気になっていることが2つあります。1つは母子手帳を交付された人が一律に郵送によって質問がアンケート調査が来るわけですよね。そうするとですね、中にはお子さんを不幸にして出産してすぐ失ったとか、それから母子手帳をもらったんだけどその前に亡くしてしまったとか、そういう非常につらい体験をなさっている方が必ずいらっしゃるわけです。その中に
その方たちへの配慮がちょっとなされていないのかなっていうのがちょっと心配です。あの必ずしも答えなくても良いですよと、それはあの任意ですっていうことを入れていただきたい。あのと言いますのは、私のところにメールが届きまして、あの、審理の先生だから、ちょっとあのこの委員会の審理の成井さんなので、メールをさせていただくということで来ました。で、あの子供をあの亡くして、死産で亡くしてしまって非常に辛いんだけど、答えなきゃいけないんでしょうか。あの答えるとまたもうせっかくこう落ち着いた気持ちが涙ってしまうんですっていうような、そういうようなあのメールがありました。あのぜひそういうことを考慮したことを言っていただきたい、あのしていただきたいということをメールが書いてあります。それが一つ。もう一つは、あのそうなるとですね、調査票の自由記載、まあ我慢して頑張って書いた人もいるかもしれませんね。そうすると自由記載の中には正直にちょっと辛いことが書いてありました。だけどそれをまたあのそれを読んで、あの、直接相談をしたいっていうことには回答してないにもかかわらず、内容が大変そうだからということでお電話がしていただけるわけですよね。それがいただけるんだけれども、それがまたこちらは辛い、そういったようなことがあの起こってしまうということも、まあ避けがたい部分もある事実だと思います。なのでそういったことが起こるんだということを想定して、なるべくそういう方に傷つけないように、無理して回答しなくていいことや、あの、電話をしたことによって辛くなってしまうようだったら、あの失礼しますというようなことは配慮しながら、あのやっていただけるといいなと思います。はい、ありがとうございました。あのご指摘の通りですね、あの、流産死産の方というのは、妊娠に対しまして一定の割合で起きるということは、我々も承知しておりまして、報告書の、すみません、調査票以外にですね、転書というものをつけまして、その一番最初にですね、あの、まあ、任意であるということ、それから、流産死産である方には申し訳ございませんという、最初にですねお断りの文を入れて、発送しております。それから電話支援に関しましても、内容等に関しまして、もうこれ以上聞かないでほしいというような方も確かにいらっしゃるのは事実でございます。ほとんどの場合、お話を聞いて傾聴ということで終わっていることがほとんどでございますが、そのようなことに対しましても、センターの方の助産師、看護師、配慮しながら対応している、というところでございます。以上でございます。ありがとうございます。はい。あ、時間ですね。はい。ちょうど時間にはなってしまったんですが、あの資料の6と追加資料の2が提出されてますので、これ簡単に、担当の方からご説明をいただきたいと思います。どうぞ。資料6からお願いします。資料の6についてですね、ご説明申し上げます。福島医大の大平と申します。県民健康管理調査データの管理システムについてですね、あのご報告いたします。システムの概要はあの最初に載っておりますように、県民健康管理調査として実施しております、本日説明とありました基本調査をはじめとしまして、甲状腺、心等のですね、調査をですね、データを管理するということです。これを個人単位で管理しまして、そのデータをですね、データベースから県民の皆様の長期にわたる健康管理のための必要な資料、そしてデータ作成提供を行うというのが趣旨でございます。次のページご覧ください。データベースの構築状況ですが、平成25年4月よりシステムの開発に着手しましてですね、現在データの移行作業を行っております。平成26年3月よりですね、システムの運用が開始できる予定です。すなわち基本調査、甲状腺健康診察、心、妊産婦のデータをですね、個人ごとに統合してそのデータ分析が行えるようになるということです。で、3番のデータベースの活用としましては、今後ですね、こうしたデータベースから必要な資料及びデータを汎用的に作成する機能を提供いたします。調査検査結果表のデータの作成は、ある程度プログラムが進んでおりまして、簡便にですね、データ作成、統計表のデータを作成することができるようになります。さらにコールセンター業務での活用、そしてですね、心健康との支援に関しましては、お互いのデータを見ることによって支援業務に対してですね、有効に活用できるようになるというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。続いて追加資料の2お願いします。はい、
県民健康管理査の方からご説明申し上げます。追加資料2でございます。甲状腺検査の県内の検査拠点、県内での医療機関での検査を行うということにつきまして、現在の取り組み状況をご報告させていただきます。甲状腺検査につきましては現在、先ほど鈴木教授の方からお話ありました通り、1回目の検査ということで会津を含め今年の3月までを目途に1回目の検査が行われ、26年度からは2回目以降の検査ということでの本格検査に移行いたします。そのため、より身近な医療機関での検査を受けることができるよというような趣旨も含めて、県内のお医者様方にですね、検査を担っていただくというようなことで準備を進めてまいったところでございます。やはり一番大きいのは先ほど鈴木先生の方からお話ありましたが、検査を行うにあたっての制度管理、ここが一番のキーポイントになるということでございまして、一番目に書きました通り、記載しました通り、県内のお医者様、医師、技師の方を皆さんを対象として、昨年3月から県立医科大、県医師会、そして関係学会の皆様のご支援により、講習会を開催してきたところでございます。その講習会の受講者の中から、昨年12月、そして今年1月、県内での認定というような形を取らさせていただくということで、進めてきたところでございまして、2つ目にあります通り、その認定をお取りいただいた先生方を対象として、県内での検査をお受けいただくという意向確認の調査を昨年10月そして、進めてきたところでございます。これまでに52の医療機関から応募を受けたところでございまして、そのうち44の医療機関の方につきましてですね、検査を担っていただくということでの指定を県の方からさせていただいたところでございます。その内訳でございますが、一番下の表にあります通り、現在44の医療機関ということでありますが、そもそも学会との専門医の資格をお持ちになられる方は下の括弧書きで、うち9名というような状況でございまして、こちらの先生方に今後まずは県内での検査を担っていただきたいと考えております。2面の方にお進みいただきまして、44のうち9名の専門医の方を除く35名の方につきましては、現在医科大学が実施している県内における検査にご参画いただきまして、やはり実績を踏んでいただくといいましょうか、より確実な主義もしくは知識、そして自信をつけていただきまして、県内での検査という自分の病院等での検査というところに持っていくということになっておりまして、今年のお盆程度を目標に現在それを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。この2点について何かご質問なければ、資料8で環境省からご発言の要求ございますので、資料8の説明をお願いします。環境省の放射線健康管理を担当しております桐生でございます。資料の8に基づいて環境省の健康管理の関係の予算、簡単にご説明させていただきたいと思います。情報提供させていただきたいと思います。1ページめくっていただいて、8の2、3でございますけれども、住民の個人被爆占領把握事業でございます。これにつきましては、これから避難区域について解除がされる地域が出てくるというふうに想定されますけれども、そういった解除された地域に個人占領系での被爆占領の把握とか、そういったことを行うための事業でございます。また福島県外の、汚染状況重点調査地域でも個人占領系の把握などを行う調査になってございます。でページをめくっていただきまして、4ページ5ページでございますけれども、個人占領系に基づく放射線健康不安対策事業でございます。これも個人占領系や法上ボディカウンターなどについて県内で実施測定できるところ事業でございますけれども、これは2点ございまして、従来子どもと妊婦中心に測定されておりました個人占領系ですけれども、大人についても測れるようなための予算措置をしているところでございます。また座長がからの発言がありましたように、その検査結果を丁寧に返す必要があるということで、そういった検査結果を返すための必要な予算措置も
させていただいているところでございます。次のページをめくっていただきまして、6ページ7ページでございますけれども、県民健康環境査支援のための人材育成事業ということで、福島県立医大の講座リスコミュニケーション学講座と甲状腺内分泌学講座、また放射線健康管理講座の、に必要な経費ということで、これは5年間分の予算ということでございますけれども、予算措置をしているところでございます。また8ページ9ページこれは健康影響の調査事業ということで、今年度も実施しているところでございますけれども、その日没の事業計画の括弧5に基幹住民向けの健康相談調査等の事業ということで、今後帰還される地域については相談員制度というのができますけれども、そういった相談員を技術的に支援していく拠点を整備するという事業でございます。以上簡単ですけれどご説明させていただきました。ありがとうございます。何かコメントありますか。よろしいですか。これは県を通じて、事業が展開されるというふうに理解をしているんですね。はい、県事業のものもありますし、環境省調査のものもございます。ありがとうございます。どうぞ。一言だけ申し上げたいと思うんですけども、ですね、個人の被爆線量を把握するというのは必要なことで、ぜひ進めていっていただきたいというふうに思うんですけど、目的の中に、あるいは効果として期待されるものの中にですね、住民の健康不安を解消するとともに避難住民の帰還の促進に資するというふうになっておりまして、これやっぱりこの種の表現をやっぱり見ますとね、やはり要するに不安はないんだと、問題ないんだということが前提になっていて、きちっと測ればね、住民は不安解消できるんだと、そういう一定のなんていう判断というのは政府にあるというのは分かりますけれども、リスクコミュニケーションの観点から言うと、こういうふうに書かれますと、やっぱりですね、初めに結論ありきなのかというふうに述べてしまうんですよね。ですから自分で確認するということが非常に大事なんだと、その結果についてはきちっとデータ化してね、確認するんだと、政府が責任を持って、そこをきちっと書くべきだと私は思うんです。以上です。はい、ありがとうございます。これはいろいろ議論になるところだと思いますが、環境省が作った資料ということですから、そういう意見があったということを持ち帰っていただくこととですね、やはり帰らないという選択もあり得るんだということを重ね重ね、やはり説明することと、やはり個人に判断を丸投げするとかいうことではなくて、きちんと全体で見守るといいますか、そういう支援のきめ細かさが求められるというのは繰り返し議論されていることですので、それをしっかりと持ち帰りいただきたいと思います。他に何かご発言ございますか。はい、どうぞ。ありがとうございます。最後に一つ申し遅れたことが、2ページの2-2、前回鳴井委員の方から、心のケアを十分にしてくれということを言われて、その当時もすでに始まっておりましたが、両括弧2の一番下の行、現在治療を要する方やその保護者のためのサポートチームを結成し対応している、これは福島医大の二次検査のところだけですけど、今後はこういうことを広めていきたいということで、大学の中ではもうチーム体制ができて、毎週のように会議をしながらサポートをしているということでございます。以上でございます。はい、ありがとうございます。その他ありますか。私の不手際で時間が長くなってしまいましたし、妊産婦の話をもうちょっと聞きたかったような気もしますし、大変申し訳ないんですが、次回の予定など事務局からのご説明をいただければと思います。はい、事務局からご連絡申し上げます。次回の委員会の開催につきましては、原則5月の開催を目指して準備を進めさせていただきたいと思います。なお当然ながら突発的な事故等がありました場合、改めて先生方にご相談させていただきます。合わせて先ほど清水部会長の方からご報告ありましたが、甲状腺の評価部会の開催につきましては、
3月の初旬を目途に、現在具体的な日にちで各部会員の皆様に調整させていただいているところでございます。合わせてお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは私の座長の役はこれで終わらせていただきます。長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。これをもちまして第14回福島県県民健康管理調査検討委員会を閉会させていただきます。引き続き、マスコミの方からのご質問等を受ける記者会見につきましてアナウンスをさせていただきます。準備ができ次第検討委員会後の記者会見を開始したいと思います。事務局の最前列までがマスコミの方の席というふうにしておりますのでよろしくお願いいたします。Thank you.